はい、皆さん、はじめまして。今日から絶版漫画の情報を発信するためにこのチャンネルを作りました、レトロ堂の店主ケイジです。私と同じような世代の方、まあ現在60代以上のですね、方は昭和30年代、子供時代をかなり漫画で過ごした方が多いと思います。その当時、少年画報だとか少年探偵だとか、本当に多くのですね、漫画が世の中に溢れていました。まあ、今日はその一冊、中の一冊ですけども、こういう少年画報ですね、これ昭和36年の正月号なんですけども、こういった類の絶版漫画を私かなりの数所蔵しておりまして、そういった中から皆さんに、少しずつ紹介していきたいと思います。そしてまた皆さんと共に当時の話題とかですね、この漫画に関する話題等をですね、いろいろ語っていきたいなと思っています。そして私だけ話すのではなくて、皆さんから多くのコメントをいただいて、それをこのチャンネルに反映させていただければと思っています。またゆくゆくは、会員制の、貸本みたいなこと、ウェブの貸本みたいなことも考えています。まあ、そういった企画も今後考えていきます。今日はまあとにかく1回目ということでですね、まあ、今お見せしましたこの少年画報の中のですね、まあ、やはり結構一番人気のあったようなこの幻探偵ですね、これについて少し話していきたいと思います。幻探偵は桑田次郎という漫画家が、描いたものですけども、これは少年画報社から出しているその少年画報というですね、漫画雑誌、昭和25年ぐらいに発刊されたらしいんですけども、この漫画雑誌に、ちょうど昭和32年頃ですか、その頃から掲載されています。かなり長く続いた漫画なんですけども、その間、テレビとかラジオとか映画とかですね、人気が出まして、結構幅広いメディアに紹介されています。赤い帽子に黒いマスク、黄色いマフラー、これは歌にもなったんですけども、幻探偵の本当に一番ですね、トレンドになっているところですね。でまた電波ピストル、まあ、当時、人を殺傷するような、まあ、現在であれば平気で銃を撃ちまくって殺傷するような漫画が多いんですけども、当時は非常にそういう面については、社会的にですね、やはり問題があるということで、電波ピストルという、まあ、体をしびれさせるようなものを武器に、戦ったと。また当時としては革新的な空を飛ぶ自動車、これ確か幻号とかいう名前になってたと思うんですけども、こういったものも、出てきてます。で、作者の桑田次郎さんなんですけども、かなり著名な漫画家さんでして、幻探偵以外に月光仮面だとかエイトマン、ものすごい人気のあったこれらの漫画を描き続けます。しかし残念ながら2020年7月、まあ去年の7月ですけども、85歳で亡くなられたらしいです。また幻探偵はその流行った当時にですね、テレビ番組、まあ、テレビ放送ですね、あって、これ1959年の4月から1960年の3月頃まで放送されたようなんですけども、その中にはあの有名な吉永小百合さんとかですね、出ています。まあ、当時は本当に、今のようにですね、さまざまなメディアがあるわけでもなく、視聴率がですから、まあ限られた、メディアの中で放送されますから、視聴率もかなり高かったと。
いうことですね。で、少年たち、まあ、私の子供自分も含めて、かなりそういうものに夢中になったということですね。まあ、懐かしい思い出ですけども。皆さんの中に、やはり幻探偵のファンだった人もおられるでしょうし、まあ、こういう、トピックというかな、こういう話題を持っているという方は、また、こちらの方にですね、連絡いただければ、またこちらで、掲載していきたいと思います。ということで、第1回目、まあ、なかなか、初めてなので、いろいろととちったりして申し訳なかったんですけども、今後こういうふうに気楽にですね、絶版漫画について配信、または、まあ、いろいろと紹介していきたいなと思っています。まあ、モチベーションを上げるためにもですね、ぜひ、チャンネル登録、これをお願いしたいと思います。それでは、次回またお会いしましょう。本日はどうもご視聴ありがとうございました。